バスケットリーグ公式戦オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズの5回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まずは先制点を取って優位な展開に持ち込めるかですよね。なるほどね。どちらが先取点取るんでしょうか。さあマウンド上は山本、依然ヒットを許していません。甘いボールでしたね、ピンチヒッターっていうのはだいたい初球から狙ってきますから要注意ですよ。そうですか。さあ外してくるのか。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。足をついたか。ツーアウトランナー一塁。さあマウンド上は山本、無失点の好投でここまで来ました。小宮山さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいいピッチング見せてくれてますよね。そうですね、あと1イニング頑張ってもらいたいですね。ベンチの期待に応えられるんでしょうか。変化球タイミング合いません。さあ3球目は何か。インコース空振り、ワンボールツーストライクです。打ちました、ピッチャーが取る、アウト、ワンアウト。ダメだ。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそうですね、100球僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、戦い方とすると、こういう形でという、そういう感じの展開になりましたよね。そのあたり監督の采配もズバリはまりました。勝ったオリックスバファローズ、接戦をものにしました。一方のファイターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。本日のご来場5000円誠にありがとうございました。お帰りの際にはお忘れ物などございませんよう気をつけてお帰りください。またのご来場心よりお待ちしております。皆さんありがとうございました。